じゃこんにちは。はい。はい、豊さん。はい。とうとうファイナルステージ第4戦まで来ました。あ、来たね。はい。はい、昨日の試合で、うん、ヤクルトが日本シリーズ進出決定ということで、まあ、ヤクルトはね、はい、昨日勝って 4-0 ということでね。そうですね。進出という。はい。はい、で、パリーグの方が、はい、昨日の時点でオリックス3勝、うん、ソフトバンクが1勝ということで、ね、まあ、相変わらずこう王手をかけている状態ですが、まあ、ね、うん、昨日1勝ソフトバンクがしたということで、はい、今日試合がありました。まあ、千賀の意地を見たよね昨日は ね、うん、ね、うん、そういう試合でしたが、はいはい、今日はオリックスが山岡、はい、ソフトバンクは和田ということでね、はい、予告先発になってます。はいはい、早速オーダーを見ていきましょう。はいはい、青文字が指名打者ということで、今日は吉田選手が指名打者ということですね。はい、そうだね。それと杉本と吉田と杉本をひっつけたよね。うん、うん、で西野をこう普通挟んでたんだけど、はい、これをひっつけたということ。そこね、あのつけないところがミソみたいな話もありましたが、まあ、ね、うん、でもひっつけてきたね。うん、でまあ足立をセカンドに使いっていうようなことで、はい、でキャッチャーは若月、ピッチャーが山岡と。でソフトバンクの方は、うん、牧原を昨日左ということでちょっと下げてたんだけども、はい、今日は右ということで上げてきたよね。うん、でデスパイネ、まあ柳田を4番にしてデスパイネ、それと川瀬、はい、4打数4安打シリーズに入って、うん、はい、打ってるんだよね、はい、やっと使ってきたかというような感じで、うん、まあ、8番に入れてきたと、はい、で甲斐と和田というね、はい、まあ、そういう布陣になってますと。はい、ソフトバンクは相変わらず負けられない試合ということで、まあ、もうね、負けたら終わりだからね、うん、このシーズンね、はい、はい、どういう試合展開になるでしょうか。はい、はい、はい、こうなりました。なんとも、なんとも1点差のオリックスサヨナラで3対2で勝ちました。うん、まあ、そうだね、うん、まあ、あのゲームを追っていきたいと思うんだけども、はい、山岡と和田、うん、もう素晴らしい立ち上がりするんだよね。うん、山岡もそう、三振バチバチ取っていくしさ、はい、で和田も2回まで非常に良くて、うん、はい、で山岡3回もまあ、立ち上がり3イニングまでパーフェクトできたくるんだよね。はい、で和田が3回になって頓宮にフォアボールを出すんだよ。うん、で当然やっぱりこうね、1点を取りに行き、紅林が送りバント、はい、で昨日失敗してるんだけど、今日はやっぱりこう千賀と、うん、千賀の球威と和田の球威は全然違うから、はい、まあ、しっかり初球で決めて、うん、で若月のセンターフライ、うん、それでまあランナーセカンドで残るんだけどさ、はい、福田がめちゃくちゃ粘るわけよ。うん、でこれなかなか打ち取れないなと思ってたら、はい、ファーストゴロだったんだけど、そのファーストゴロを中村がエラーしちゃうんだよね。うん、で和田ってベテランじゃない、はい、非常にやっぱ疲れたと思うよ。うん、ただマウンド上で嫌な顔をせずこう笑顔でね、うん、まあいろいろこうエンジンの中で話をしてたけども、うん、はい、あ、さすがベテランだなっていうようなことを感じながらも、うん、やっぱスタミナは相当消耗するんだろうなっていうふうに思ってて、はい、うん、で胸をレフトフライに打ち取って事なき得たんだけどもね、はい、だけどもまあここに行く前に4回表、はい、でその山岡が絶好調じゃない、はい、で山岡をどういうふうに、攻略をしていくのかなと思ったら、三森と周東から始まる、うん、三森から始まって2番周東ね、はい、でセーフティーバントの構えで揺さぶっていくんだよね。うん、まあ、しかし打てず、ただ周東の放った打球が足に当たるんだよね、はい、でショート前に飛んでって、はい、ショートゴロにはなるんだけどさ、はい、一回ベンチに帰るんだよね、治療しに、うん、そうですね、うん、はい、自分は大丈夫って言いながら、うん、まあ、コーチになだめられて、うん、ちょっとベンチの方に帰るんだけども、はい、その後やっぱりリズムが変わるじゃない。そうですよね。でどうすんのかな、どうなのかなと思ったら、うん、牧原が、レフト前、はい、チェンジアップをね、うん、で柳田が、スライダーをライト前というね、うん、でツーアウト1・3塁、はい、でデスパイネね、で足の影響もある、うん、多分連打されたのもまあ確かに牧原と柳田、はい、ギーターがうまくは打ってるけども、うん、はい、これ足の影響もあるのかなと思って、はい、でデスパイネちょっと嫌だなと思ってたんだけども、うん、
っぱり低めに投じてたよね。うん、でセンターにいい当たりを飛ばされたんだけどもさ、はい、なんとかセンターも抑えて事なきゃ得るという、本当にこうなんとかという感じですかね。そうそうそう、やっぱ打球が当たってからちょっと自分のバランスがちょっと崩れたかなっていうような、うん、まあそんな感じがしたんだよね。あと一度治療でね、こうマウンドを降りるっていうこともこう影響しましたかね。まあ、ちょっとリズムがね、うん、ちょっと変わった影響でピンチを迎えたけども、はい、でその裏吉田がツーランホームランで先制、はい、でその前に打つ中川、うん、中川がチーム初ヒットを打つんだよね、はい、レフト前に、はい、でスライダー、うん、でこの時にやっぱ3回の影響があるのかなと思ってさ、まあ、先ほど話をした、はい、やっぱ先頭打者フォアボール、うん、エラーが絡んで大ピンチを迎え、うん、まあその時のねやっぱ疲労があるんだろうね。うん、それまで低めに投じてたのがさ、吉田正尚に高めのスライダーをセンター右の5階席に運ばれるんだよ。超特大でしたね。いやそうなんだ、超特大のあだからその中のヒットもちょっと高めに浮いたスライダーだったんだけどもさ、うん、やっぱこの3回のダメージがやっぱり4回に来たなっていうような、うん、そんな感じがしたホームランだけども、うん、だけど吉田正尚逃さんな、うん、すごい当たりだったわね。え、うん、なんかもう本人もこれほどのはない今まで今シーズンなかったっていうか、いやいやすごいよっていうコメントがあったようですが、そうだね、で、6回でオリックスがチャンスを迎えるんだよね、うん、ピッチャー泉、はい、ね、ちょっとクライマックスシリーズ入ってからそんなに状態の良くないピッチャーが出てきてるんだけども、やっぱ中が当たってるだけにフォアボール、はい、で吉田正尚をセカンドゴロに取るんだけどもさ、はい、うん、三森がファンブルしてセカンドに行っちゃってるんだよね、はい、中川が、うんうん、で杉本フォアボール、はい、足立のピッチャーゴロを、はい、これゲッツーできるかなと思ったらその泉が弾いて、うん、ファーストしかバッターランナーしかアウト取れないわけよ、はい、でランナー進んじゃって2、3塁なんだよね。ツーアウト2、3塁、ツーアウト2、はい、2、3塁、そして頓宮、うん、センター、あ、これはもうこのゲーム終わったと思ったよ、うん、そしたら牧原が、はい、おそらくね今シーズンねいろんなファインプレーが出たけどもこのファインプレーが俺ナンバーワンだと思うよ。これは難しさっていうよりもこの局面で出たっていうことも局面も含め、うん、配送していった牧原の姿、はい、でもうギリギリで取る、うん、なんていうの落とさなかったキャッチとかさ、はい、一見こう中継こちらから見てるとあどうなったって体で隠れて、うん、打球どうなったっていうシーンだったんですが、うん、でもね、うん、本当に先っぽに入ってたね、うん、もうこうねグラグラこう、うん、こうしなってるっていうか、そうそう、だからなんとかね、うん、つないだよゲームを。いやで泉も投げててびっくりしてたけどさ、うん、取ってて、うん、もうやられたっていうような感じはしてた、うん、してたと思うんだけどもね、はい、まあだけどゲームがつながったよこれで、うん、そして7回はいね、山崎総一郎、うん、めちゃくちゃ速いな、やっぱ160キロ出てたもんな、うん、で牧原を大ファンプレーの牧原は三振、はい、で柳田に対して、うん、まあ、フォアボール、はい、でデスパイネ、はい、で柳田の時とかデスパイネの時も160キロ多分出てたんだよね、はい、多分ね酔っちゃったんだと思うんだよ、まっすぐに自分の球に確かに良かったよ、うん、確かに打てないなと思ってた、はい、だけどデスパイネが捉えたんだよね、うん、その速いまっすぐをもう打った瞬間にそう外よりちょっと甘めの高め、はい、やっぱねどんなに速くても、うん、やっぱ高めはちょっと怖いな、うん、で変化球も良かったんだよフォークボールとか、はい、そんなの使わないでねじ伏せようとしてたね、うん、でそれがホームランになったんだけども、はい、やっぱこう牧原の大ファインプレーから、うん、やっぱ流れがちょっとずつなんかソフトバンクに流れていったような感じがするんだよね。もう本当にそんな感じのホームランでしたよ ね、 はい、で8回藤井が出てくる、うん、はい、2アウトから吉田
敬遠気味のフォアボール、はい、やっぱホームラン打たれちゃいけないしさ、やっぱカウントが悪くなって、はい、やっぱもうキャッチャーも外に構えてもう歩かしたよね、回もね、うん、で杉本フォアボール、はい、で足立がライト前ヒット、はい、もう満塁作っちゃうんだよ、ツーアウトから、はい、ピンチヒッターが西野ね、代打ね、そうそう、はい、まあ昨日5番に入ってたぐらいだからバッティングの状態は悪くはないと思うんだけども、はい、まあレートフライにね、打ち取られてまたチャンスを逃すという、はい、まあここら辺はやっぱこう昨日から思ってたんだけど中継ぎ勝負になるなっていうふうに思ってたんだけど、うん、あの藤井とやっぱりねモイネロがちょっと不安だったんだよね、はい、泉は使うか使わないかっていうのは分かんなかったんだけども、うん、まあ使ってきて、はい、まあファインプレーに助けられ、はい、で藤井もピンチを迎え、うん、でまあ9回やっぱこうもうあとがないソフトバンクは抑えのエースモイネロを持ってくるんだよね、はい、でまあ9回サラリーになる場面、うん、若月、うん、ワンアウトからレフト前ヒット、はい、でここでピンチランナー起こるかなと思ったら、うん、送らないんだよ、うん、足は決して速くはない、はい、ね、で1番の福田に戻ってきて、うん、フォアボールこれが繋いだんだよね、はい、で1・2塁で宗が、はい、まあその前に1・2塁になった時点でセカンドランナーを変えるかなと思ったのよ、うん、で変えないんだよ、はい、この理由として何か分かる？延長のことでしょうか？そう、うん、延長とキャッチャーというポジションはそうですよ、ね、やっぱ変えられないんだよね、うん、で中嶋監督もキャッチャー出身じゃない、はい、やっぱ引き分けでも進出だということを考えると、うん、やっぱ安易にキャッチャーって変えられないんだよね。そうですね。しかもこの試合の流れだとちょっと不安ですよね、うん、もう不安だしね、延長になる可能性はそうあり、やっぱキャッチャーもいるんだけどさ、うん、一番能力が高いのはやっぱ若月なんだよね、うんうん、で中嶋監督もいろんなキャッチャーを使うけどやっぱ信頼度高いと思うんだよ若月の、はい、だから変えなかったと思うんだけどさ、うん、だからそれがどうなるかなと思ったら2番の宗がファーストゴロを打ってセカンドを殺しに行くんだよね、はい、刺しに行くんだよね、はい、で1・3塁2アウト3塁、はい、そして中川がレフト前という、はい、それで決めたという、だから中嶋監督のやっぱ采配というか大したもんだし、うん、今シーズン見ていてね、はい、でまあ、そういうものも光った、まあ、杉本が悪かっただけにさ、うん、今シーズン、まあ、昨年はホームランを取ったりとか、はい、やっぱす吉田がいない時は杉本が一人で支えたというね、うん、まあ、そういうシーズンだったんだけども、はい、今年はなんか杉本苦しいんだけども、うん、そこをやりくりでやっぱこう勝ってったよね、はい、その杉本がやっぱこのシリーズで大活躍をするというね、はい、やっぱチームをなんていうのひとまとめにしてるなというね、うん、まあ、そんな感じがする監督だよね、はい、それとソフトバンク、うん、やっぱり優勝を逃して、うん、これが逆だったら多分ソフトバンクは有利だったのかもわからないけども、うん、まあ印象に残るのはギーターがこの試合で負けたら俺のせいにしていいっていうような、はい、あのシーズンの、うん、シーズンね、うん、リーダーシップがあったし、はい、なんか今宮がこのシリーズ全くダメだったけど、うん、シーズン通してやっぱこう怪我人が出ていく中今宮がこうチームを引っ張ったよね、うん、で周東の足とか、はい、ね、甲斐の頑張り、うん、まあ、中継ぎの頑張り、はい、まあどれをとってもねやっぱソフトバンクってのはオリックスには負けてなかったと思うしね、うん、感動的なね、まあ、シーズンだったと思う、はい、うん、あとはやっぱこう藤本監督が、うん、経験値がだいぶ上がったと思うしね、はい、うん、これをやっぱこう糧に、うん、まあ、来シーズンね頑張ってほしい、ソフトバンクには頑張ってほしいなっていうふうに思いました、はい、今シーズンはソフトバンクにとってはこうちょっと予想外のことであったりとか、うん、まあこう苦しい場面だったりこう展開もあったと思うんですけど、うん、またそれが ね、あの経験として来シーズンに、うん、まあ、この悔しさは、うん、まあ、来シーズンにつながるかなっていうふうに思いましたね。はい、はい、ということで、はい、はい、ちいちゃん出番です、あなたのね、はい、はい。
うちでは看板屋って言われてるからね。4になります。はい、はい、ということで、はい、はい、看板屋の仕事もここまでやったね。全部書きましたよ。まあオリックスが4勝1敗ということで、はい、まあ日本シリーズ進出決定という、はい、まあ昨年と同じようなね、うん、まあ同じようなというか同じ対戦にはなるけども、はい、はい、うん、まあ神宮から始まるということでね、うん、まあ楽しみにはしたいと思います。はい、ね、また日本シリーズも、うん、まあこういう形式で、まあ、ゲームを追っていきたいと思うので、はい、まあ、皆さん見てくださいね。そうですね、また今度、22日から22日、はい、はい、豊さんのお誕生日ですね。そうです、私の誕生日から始まりますので皆さんぜひとも見てください。そうです ね、 ね、はい、はい、ということで、はい、今回クライマックスシリーズは、はい、このような結果で、セリーグはヤクルトが日本シリーズ進出、はい、パリーグはオリックスが進出ということで、はい、決定しました。はい、ね、それでは日本シリーズで会いましょうみたいなね、はい、毎日動画上げてるんで見てくださいね。そうそう、この試合の結果の解説分析はまた10月22日以降ですが、 そうですね、それまでもいろんな動画上げますので、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、応援してください。はい。